ハイコマガタテは、南アルプス国立公園内の赤石山脈北端の山梨県北杜市と長野県伊那市にまたがる、標高2967メートルの山である。瞬間な山陽を持ち、半ば独立峰のような姿勢で喫立する日本、アルプス屈指の名宝で、日本百名山、新日本百名山、新、花の百名山、山梨百名山、新州百名山、 日本百景に選定されている。宇津木平から望むのこぎり岳と、貝駒ヶ岳法王山から望む貝駒ヶ岳、山梨県側、旧向川村から望む貝駒ヶ岳北岳より望む、貝駒ヶ岳、駒ヶ岳の名を冠する独立した山は全国に18山、あるが、その中ではこの貝駒ヶ岳が最高峰であり、基礎駒ヶ岳が2956メートルでこれに続く。 ただし、富士山の河口を取り巻く河口園の南側には駒ヶ岳もしくは浅間岳と呼ばれる小突器があり、その標高は3715メートルである。長野県側では、海駒ヶ岳を東、駒ヶ岳、木曽駒ヶ岳を西駒ヶ岳と呼ぶ。南アルプスの山々は高い標高と大きな山陽を持ってはいるが、全般になだらかな稜線を貫いており、 鋭角的な姿をした山は多くない。しかも、線上が竹など南アルプスの他の多くの山は、先山に阻まれて人里からは間近に見えないことも多い。これに対して、海駒ヶ岳は山の県側の山徳から一気に2500メートルほどの標高差を持って立ち上がっており、中央本線沿線からもその全貌が望まれる。また、 日本百名山を記した、深田久屋もカイコマ岳の甲の中で、カイコマガは名宝である。もし日本の十名山を選べと言われたとしても、私はこの山を落とさないだろうと述べており、その産業を絶賛している。さらに、水生岩の山が多い南アルプスの中で、例外的に火生岩である花口岩からなるため、山肌が夏でも白く望まれることも、 駒ヶ岳の個性を際立たせている。このため、海駒ヶ岳は、古くから多くの人々に名山として称えられ、鹿に歌われてきた。作家の宇野浩二はこの山を、山の團十郎と評し、江戸時代の僧侶海良は、公共に連綿として、丘がく傘のある雲間に一人シューズ手釣りの峰と、その姿を監視に歌っている。海駒ヶ岳はまた、 古くから信仰の対象ともなってきた。山梨県側の山徳の横で、竹うり集落には、駒ヶ岳神社が鎮座しており、そこから山頂に至る、黒戸根には、現在も不動岩島の信仰にまつわる多くの石碑や石仏が残る。栗沢山から望む小松方と、海駒ヶ岳潜水峠北沢峠からのルートは二つある。北沢峠周辺に宿泊し、別の日に、 船長が竹にも登ることもできる。北沢峠バス停までのアクセスは北沢峠を参照。登山道は伝統的には東側の黒峠をたどるコースが使われていた。登り口は二つに分かれているが、そのいずれも起点が神社となっていることは信仰の山ならではである。二つの道は笹平でつながり以降は一本道となる。山頂手前で小松峰へ分岐する。 このコースは、通り天狗手前の、刃渡りと七号目手前の鎖場に加え、八号目から先は危険箇所の連続となっている。また、高度順応を十分に行わないと2600メートル以上では、呼吸がきつくなる。登山口が海抜700から800メートルの人里であるため、山頂との標高差が約2200メートルあり、 日本三大急登にも数えられるほどの体力を要するルートとなっている。登頂のみが目的の場合、南アルプス市営バス、稲市営バスが通っている北沢峠からのコースをたどる登山者が多い。ただし、北沢峠コースの場合、広川原からのバスの始発が6時50分であり、登山開始が早くとも7時30分頃となるため、 夜行の高速バスで3時から4時頃に登り始めることができる黒峠コースよりも効率が悪く、また、頂上でご来光を拝む場合北沢峠川は直近の潜水小屋から3時間40分かかるのに、対し黒峠川は七条小屋から2時間30分で登れることから黒峠コースも依然として人気が高い。竹、堺駒形神社からで登り九時間三十分。 下り5時間40分。7条小屋にて宿泊可能。アクセスどちらの神社にも駐車場があり、竹、堺駒ヶ岳神社は100台収容可能。画蔵会の駒ヶ岳から北西に伸びるのこぎり岳からの両線ルートは、巨止場の急旬な痩せ尾根や枯れ状など危険箇所が連続する上級者向けのルート。6号目には石室小屋があり、 その西側の谷筋で水が得られる場合がある。対象としては、沢登り対象としてはなどがある。海駒ヶ岳と基礎駒ヶ岳外駒ヶ岳からの、長望線上家だけからの海駒ヶ岳赤石山脈の狩猟線上にあり、北東には黒塔根が伸びる。小線上が竹より見た赤石山脈北部、海駒ヶ岳周辺の山々源流の河川は、太平洋へ流れる。 ありがとうございます。